激戦の原について解説します。一番古いマップ旧マップとも呼ばれるマップの大きさは 6400×6400、 降下のタイミングは 1200m 前後。激戦道を降りる街で高い順に3つに分けます。1レベルマックス、セントラル、ウエスト、ジョージ、オールド。2レベル2、シービュー、イースト、トレイン、サウス。3レベル1、ライトハウス、パワープラント、海辺の町、廃墟。よく出没するプレイヤーの特徴、昔からやっていて上手な人が多い。優勝よりもキルを多く稼ぎに来る印象。主な立ち回り、初動激戦区檻からのガソスタガントツ。結論、このマップは良くも悪くも荒野行動らしさを楽しめます。隠し要素、ヤシの木の下にヤシの実ヘルメットが落ちている。長くなりましたが今日はここまで。需要があれば他のマップもやります。サナパイをフォローすると通常マップに詳しくなるよ。知らんけど。